皆さん、こんにちは。竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださり、ありがとうございます。私は今、近所の公園に来ております。確定申告、そろそろ終わりそうです。今年からは、業者に外注もしました。しかし、私の方で書類が不十分だということもありまして、いろいろと質問が来まして、その対応に追われておりました。普段からきちんとやっておかないといけないですね。一年間振り返ってみますと、たくさん仕事しました。今年度に関しましては、数えてみたら今のところ講演会193回行いました。このペースでいきますと、今年度で200回行きそうな勢いです。我ながら頑張りました。ご依頼くださった方、とてもありがとうございます。またご贔屓にしてくださると嬉しいですね。ところで、自分の中ではあまり回数を数えてないと、だいたい120回ぐらいかなと思っておりました。自分の認識と実態というのはズレが出てきております。その齟齬、ギャップを埋めるためにもきちんとした客観的数値というものを照らし合わせる作業をしていかないといけないですね。そういうことを改めて感じさせてくださる確定申告でした。皆さん、確定申告終わりましたか？今日の話はここまでいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。